昔々、まだ妖精が森にあふれ世界が精霊に満ちていた頃、あるところにポポロクロイスという小さな王国がありました。ポポロクロイス？そう、これは私たちが住んでいるこの王国の話。精霊全てを形作っているもののことよ。火や水や風は精霊たちが起こしているの。海や森もさ。よくわからないや。そうね、ピノにはまだ難しい話かもしれないわね。さあ、もう夜も遅いわ。お話はこれくらいにして今日はおやすみなさい。あなたの見えるそれが精霊よ。だがね、それだけではダメなのだよ。この世界には知識では得られない大切なものがたくさんある。私としてはぜひともそれを学んでほしいのだがね。ん？何がおかしいのかね。あ、いえ、何でもあります。わっ、おお一体どうしたのだろう。この時期にあんな風が。ピノン王子、どうしたのかな。竜の祠に何か見えるのかい。あ、いえ。おっといかん、もうこんな時間だ。私はもう行くよ。はい、佐藤先生、行ってらっしゃい。ああ、そうだ、竜の祠なら特に危険もないだろうが、念のために薬草は持って行った方がいいと私は思うな。
にちは、僕ピノンって言うんだ。君は？パプーパプパプ。え、なに？よく聞こえないよ。パプパプパプ。ごめん、言葉がわからないや。パプ。じゃあ君のことはパプって呼んでもいいかな。パプパプ。そう、じゃあ君の名前はパプね。お話の続きは明日にして、今日はもうお休みなさい。はい。お休み、ピノ。うん、お休みなさい。